フリバルは1972年から1987年まで富士テレビジョン主催で毎年夏休みに行われたイベントである。東京都新宿区の明治神宮外苑の一角にある聖徳記念会映画館前の広場一帯を会場として1972年夏に始まった。協賛スポンサーを募り、それらスポンサーが自社製品にちなんだイベントブースや フードコートを設置したほか、期間中の平日夕方の1週間、会場のメインステージを会場として生、中継番組を放送するなどして、イベントを盛り上げた。イベントとしては延べ16回続いたが、イベント自体のマンネリ化と、最終年及び、開催時期が、コミュニケーションカーニバル夢工場87の、開催とも重なったことなどが契機となり、1987年の、 開催をもって終了となった。上記にもある通り、フリバル、会場内のメインステージから一週間通しの生、放送番組を毎年放送していた。ただし放送は関東ローカルである。内容は、協賛スポンサーのブース紹介や情報バラエティのような流行り物情報、ステージに招いたゲストの歌とトーク、会場を訪れていた観客参加型のゲームコーナーなどである。 なお、1985年4月に、夕焼けにゃんにゃんがスタートしてからは、放送時間帯がぶつかることで、1週間を休止として、この特番を放送した。夕焼けにゃんにゃんをネットしていた、FNS 各局ではその期間、単発番組などを編成してつないでいた。ありがとうございます。